も終わりで、この入り方しか知らない毎回夏を終わらせたがるよね多分これまでの動画の半分ぐらいは夏終わってると思う。そろそろ暑くなってきましたねか、もうなんか涼しくなってきましたねみたいな、どちらかですからね。まあ、先週までと比べて、いや本当にあのマジで涼しくなったなっていうのは思うわけですよ。いやそれはねすごいわかる。今日とか家帰ってくるまでの道がすげえ涼しかったもん。うん、わかる。やっぱ昨日とかなんか台風来たからすごい涼しくなったのかな。あーでも普通、あーでもまあなんかそういうイメージあるな。いや台風が来てめっちゃ雨降って、でその翌日だけすっごい暑くて、はいはいはい、でその後一気に冷え込むみたいな、ね、なんかいつものパターンか。そのパターンはあるな、うん、いやでもあの台風めちゃめちゃすごかったよね。うん、すごかった台風に対して語彙なさすぎでしょいやでもまあちょっとね本当に結構深刻なやつだったから。あそうそうだよね、うん、まあ、千葉の方とかは未だに停電してるところとかあるらしいもんね、うん、早く治ってほしいな。去年もすごかったけど、意外となんか台風ってちっちゃい頃はよっしゃ来るぜとか思って、はいはいはい、お休みになれみたいなこと思ってたけど、いざ働き始めるとね割と本当に困るもんだっていうのは痛感するから、うん、もうなんか電車止まって休みになれって気が軽々しくはね言えないよね、小さい頃の時ほど、うんうん、しかもなんかさ、そんな昔ってさ台風ひどいイメージなくない？そういやまあないあるわあったそれはそれはごめんえでなんかそのなんだ逸話的な感じで、はいはい、静岡だと七夕豪雨みたいなやつがあって、ちびまる子ちゃんにも出てくる。へえ、ね、そうなんだ。めちゃめちゃ冠水して、へえ、かなりの被害出たみたいな大雨があったりとかみたいなのはなんか話でも聞いてるし、ちびまる子ちゃんでも出てくるなんかああすごいんだってイメージは。私なんかその結構ちっちゃい頃に普通に車がどっぷり浸かるぐらいな、めっちゃ洪水みたいなのはあったなっていう記憶があって。うーん、それ家も浸かってるぐらいってことだよね。家の1階はなんか水に、なってた。結構大変だったんだ。でもその後普通に中学生ぐらいからは記憶がしっかり残ってる頃からはあんまないから、うん、あれだけど、まあ、最近でもね十数年ぶりの大豪雨とかって言われるしね。でも毎回本当にあのキャッチコピーをつける人がいるわけじゃないですか、台風に。あのボジョレ、ボジョレ的な。そう、今回は世界が変わるみたいな日が変わったら世界が変わるみたいなアベンジャーズみたいなキャッチコピーつけるやんいやでもなんかそれぐらいしないとやっぱなんか課題なぐらい危機感を煽っとかないと、うん、確かにね、良くないっていうのは。あれ台風の前日だっけ、あのタピオカを飲んで帰ったのは。分かんない、土曜だよね。全然記憶がないおい人のタピオカの記憶忘れんのやめろって全然記憶ない。だから和盆栽のタピオカ飲むのやめた方がいいよそろそろ。いやまああれは美味しいけど美味しいけど、美味しいけどもっと違う可能性もあるんだなっていうのは知った。結局黒糖タピオカミルクティーがうまいって。なんだろうね、和盆栽なんかすごい見た目はいいんだけど、なんであんなに味が控えめなのかっていうきっと和盆栽だからなんだろうけどさ、うん、やっぱタピオカにさ黒糖タピオカの方が味ちゃんとついてて美味しくない？いやなんか黒糖っていうものがあれなんだよね、なんかくどそうだなっていつも思っちゃうわけですよ。黒糖苦手な人？いや好きなんだけど好きなのにくどそうって思っちゃうそのなんかなんだ、いざやってみたら楽しいんだけど、はいはい、やるまでは、まあ、ちょっと心の準備がいるみたいなあるじゃないですか片付けとかテスト勉強みたいなノリで言うねあそう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 、そういうこと。黒糖黒糖はテスト勉強新三大やってみたら楽しいけどやるまでが憂鬱なもの。黒糖、お風呂とかサウナサウナは気持ちよさそうだと思うけどな。ランニングで、あランニングで、ね、ランニングは分かるわ。黒糖ランニング片付けやってみたら楽しい。はいはい
そう、あの時あれなんですよ、僕があの時あのバイトの話をした時に実は言ってなかったスターバックスコーヒーで働いていたという事実をね少しお話ししまして、普通にそれ知らなかったけど、そう絶対行ったことあるよ。いやない、八百屋で働いてたイメージしか八百屋が一番インパクトあるからね。このなりでヤンキーたちに揉まれてたの面白すぎるって今でも思ってるもん。え、一人用の車とか乗ったことある？ない。あれでしょう、なんかなんて名前だっけ、3文字ぐらいの、マックっていう名前、マックって名前なのiMac って確かダメなんだよね、絶対違うでしょ。いやマジ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 だって、いや前築地から豊洲に移動するときになんか大移動みたいなやつあったじゃん、はい、はいはいはい、あれの時になんだっけ、ちょっと調べよう。絶対マック、絶対マックだよ。絶対マックじゃん、ね。俺だってこれ、あ、これ俺のマックじゃんと思ってすごい興奮したもん。八百屋で働いてる時に。なんか伸ばし棒が入る。はい、ターレターレ。絶対違う、絶対違う。なんて言うんだろう。あ、そう、それ八百屋だとそのなんか先頭みたいなところに、うん、なんかその車に後ろに荷台をつけて、トラックまで各なんだ卸の人たちから運んでいくっていう作業があるんですよ。うん、それ用にね使っていたんですが。築地を回るあの小さな乗り物、名前はご存知ですか？ああ出てきた、タワレだ、タワレだ、通称タワレって書いてる、絶対嘘でしょ、絶対騙されてたんだよ、嘘、俺が乗ってたマックは何だったの。すごいすごい悔しいな、それ自分で名前つけてただけでしょ、タワレのこと、タワレのことマックって呼んでんの、うん、クソ恥ずかしすぎるでしょ。でもみんな合わせてくれてたんだ多分、あいつなんか誰のことマックって呼んでるけど恥ずかしい、死んじゃうよ。マジか、すごいすごい恥ずかしいぜ。でも普通にターレの方がかっこいいからいいと思うけど。嘘、いやもう調べるの諦めない。嘘やばい、ターレトラック、ターレットトラックっていう名前しか出てこないわ。そうなんだ。いやでもギリさ、ギリあれじゃない、いや市場と八百屋は違うからさ、でも乗り物は同じだよ。いや違う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 よ。まあじゃあその時だけそういう特別な乗り物があったってことにしといて、そう、まあ比較的そんなにスタバなんか丸大学生の頃4年働いてましたっていうやつではないんですが働いておりまして、うん、そう、あのマンゴーパッションティーフラペチーノっていうフラペチーノ、うん、あのなんだろう、季節のフラペチーノじゃなくてなんかシーズンずっと置いてるやつがあって、うん、飲んだことある？ある。すごいあれだったね、気合いの入ったあれだったね。そう、あれの略称 MJ って言うんですよ、うん、いやマジで、でもそれなんか謎だと思った、なんか MF でしょ。でもねフラペチーノは何でもつくから逆に参考になんないから、モカチップフラペチーノ、じゃあ M でいいじゃん、 M で、いやモカチップでしょ、あれ DM だっけな、え、DM？ ダークモカチップ、ああフラペチーノ、それは DM で、だから、いやそうで MJ は、まあ、あれなんですよ、聞くところによるとマンゴージュースが入ってるからマンゴーパッションティーフラペチーノの略で、あ、マンゴーパッションティーフラペチーノの方を略さずに中に入っているジュースの方を略して MJ って呼ぶらしいです。それなんかパッションに失礼だと思わない？MP だってそんな名前を冠してマンゴーパッションティーフラペチーノってなのに、なんか表に出てきてないジュースのところだけ使われてパッションの身になれ。やっぱあれさ、マンゴーカッコジュースパッションティーフラペチーノってことなんでしょ。いやだからカッコにされることのやつを掘り上げてくんな。いや MJ かっこいいからね。いやだから絶対その五感の問題でしょうそれは。まあでもまあいいじゃん、うん、後付けだよ多分。まあでもなんかなんとなくその気持ちもわかるけど、なんかそういうのなかったからちょっと羨ましいけどね。よくなんかあの、まあ、暗号みたいなのっていう店いっぱいあるじゃないですか。はいはい、うなぎ屋は本当なんかメニュー数少ないから暗号にするまでもなかったし。うなぎ屋ってメニュー何があるの？うな重、松竹梅、松竹梅、松竹梅。何だっけ肝水とかだっけ。まあ肝水は普通についてる。へえ、だからまあサイドでやるとしてもかば焼き、肝焼きね、肝焼きとか卵焼きとか、あとあれね、あのなんだお漬物みたいな、ははおしんこ的な、おしんこ SK とかじゃないの。SK 一人前って言って、
そうです。いやちょっとね、みんなに、そう、 MJ って、まあ、その僕は割と松潤とかちょっと麻雀の気持ちも分かるんですよ。なんかセカが出してる MJ っていう麻雀の筐体があったので、まあ、確かに麻雀の気持ちも分かるとやったけど、まあ、マイケル・ジャクソンはよう分からんなと思ったし、うん、まあ、なんか他に MJ っていっぱいあるのかなと思ったら、なんか割とコメント欄が大喜利見たくなってきたというか、確かに三浦潤って誰も MJ って言われるメイ J でしょ。そう、メイ J は、あ、確かに MJ って呼んでもいいかもって思った、うん、え、メイ J ってあれだよね、あの花雪の人、ね、そう、そう、花雪の人、あとムジュラとムジュラムジュラねムジュラと、あとなんだっけ、はい、ムジュラなんてコメントになった絶対ない。今ムジュラ作ったらタチ悪い。ちょっと調べます。なんだっけ、バジュラモジュラじゃないしな。まあマイケル、あ、そっか、あれだ、 MJ ってあれだ、スパイダーマンのヒロインは確かに思った。それは確かに。あ、マリー・ジョアね、ワンピースはね、確かに MJ って聞いてマリー・ジョアってすぐ出てくるやつ、すごいワンピース中の気がするな。言い方間違えました。ワンピースが大好きな人の気がするそろそろもう無理だよ、そのなんか無理だよ何が無理って言うんだ。ちょっと残念な人柄がもうちゃんと伝わってきてるから大丈夫。いや、多分シュマムの適当な具合も伝わり始めてるからそれ別に何も隠してないから大丈夫。新しい MJ ちょっと考えたいな。なんすかね、マリオジュニア、うん、5点この空白の時間絶対みんなもう寝てる気がするんだよ何か今出てきた以外で新しい MJ が考えついた人はコメント欄にお願いしますどんだけ MJ にすがるんだ